荘園高領制とは日本の中世における荘園及び高領を土台とした重層的土地支配構造のことである。この荘園は寄進地形荘園に由来し、高領は国画領に由来する。歴史学者の網野義彦が提唱した学説に基づく。11世紀中高期から12世紀初期にかけて成立し、陰世紀を通じて発展し、鎌倉時代前後に最盛期を迎えた。 その一方で、鎌倉時代には地頭による侵食を受け、室町時代には守護によって参植されるなど、武士の進出に伴って次第に解体への道を進み、戦国時代頃までにほぼ形外化した。最終的には大閤検知で完全に消滅する。昭円平安時代中期以降、開発領主による根源開発が盛んになる。 彼らは国画から伝授の私有が認められたが、その権利は危ういものであった。そこで彼らはその土地を荘園として受領層に寄進することとなる。受領層は彼ら大名多とを召喚に任命し、その土地の実行支配権を認める代わりに召喚から一定の税収を受け取る。こうして荘園を持つようになった受領層を両家と呼ぶ。両家は次第に 権限を剥奪された補佐官である人形や大名たととの対立を増すようになる。そこで彼らは自らの荘園をさらに権権権層に寄進し保護を求める代わりに一定の税収を収めた。こうして荘園を集積した権権吾層を本家と呼ぶ。公領寺を同じくして立領制の崩壊とともに上級貴族は政治への意欲を全くなくし、 地方政治は国司に一任されていた。増え続ける荘園に対抗して、国司は大名他とを財長官人に任命し、自らの手元に置き、さらには、軍司、郷司、安氏として、地方行政官とした。軍司、郷司、安氏はそれぞれ一定額をそれぞれ国司、朝廷に収めればよい。その後、荘園のさらなる増大で税収が減り、 上級貴族に報給を払えなくなった朝廷は、彼らに事業国として国を与え、その国に関する国士の任命権と税収を上級貴族に与えた。同様に皇族にも隠宮分国制が敷かれ、こうして、検問僧たる上級貴族、受領僧たる国士、大名たとたる軍事、合氏、安氏が結びつき、荘園制とほとんど変わらぬ構造となった。 食の体系なお、この重層的支配構造は食の体系とも呼ばれ、それぞれの立場の職務と権限を食と呼んだ。次第に在地領主同士の土地争いが増えるに従って、彼らは武装し武士となった。鎌倉幕府の成立に従い、主に東国の武士は鎌倉幕府に奉公する御家人となった。彼らはその代償たる御恩として自頭に部任され、 所領の支配権が鎌倉幕府に保障された。彼らは、自童という、全く新しい職に就いたわけではなく、あくまで召喚や合志、安氏の内幕府と主従関係を結んだものが自童と呼ばれる点については、注意したい。当然彼らは、召喚や合志、安氏以上の職は持たないのである。関東御成敗地に関しては、幕府が自童の部人権を持つ。つまり、 そのうち関東新資料、関東を口に打ちには、鎌倉幕府とは異なる、荘園領主、国史が存在し、しかも彼らは、召喚矢合詞、安氏の任命権は持たないのである。ただ、頼朝の頃から、守護が在庁官人を指揮して、大田分を作成していた。そこで、自党の年貢の滞納や、領民の不法使用など、自党職を超えた越権行為が行われるようになり、 小園領主や国司との間に紛争が生じた。その解決策が、児童受けや下地中分である。このようにして自童は、領地の支配権を強めていった。室町時代になると、幕府の設立の経緯から、守護の権力が強大であった。彼らは守護領国政の成立を目指して、在町官人を含む鎌倉期の自童、国人を悲観化し、 国がや彼らの所持していた領地を掌握した。それと前後して、守護は、犯税、守護家等で、昇園領主等の権利をも侵食していき、戦国時代になると守護大名に変わった、戦国大名はさらに土地の一円事業を進めていく。その後、大公検地により、土地には直接の工作者の権利しか認められなくなり、以前までの重層的支配構造は、 名実ともに解消された。ありがとうございます。